CGMB バーチャーファイター2。あれから1年、第2回世界格闘トーナメントが始まる。前回参加の8人はもちろん全員参加。1年の過酷な修行で技のキレも大きくアップ。 Very beautiful、 あまりに綺麗なグラフィック。セガモデル2マシーンが秒間60フレームの CG 画像と超リアルなテクチャーマッピングを実現。今回は新たに参加を決めた謎の格闘家2人がプラス、10人のファイターの壮絶な戦いだ。 The Ultimate 3D Fighting Game バーチャファイター2。スーパーバーチャファイターズ、アキラ。父の教えにより八極拳の伝統を受け継ぎ、さらに究極武術として磨き上げた有機武道館の師範代ラウの小円拳の前に敗れ、再び武者修行の旅へ。そして1年、大会の招待状が届いた。一撃必殺の鉄弾功が大きな武器になりそうだ。山東省生まれの香港のアクションスター。憲法に没頭するあまり自分と母を捨てた父ラウチェンを倒すため、前回のトーナメントに参加したが敗退。新技をマスターして帰ってきた。持ち前のスピードを生かした攻撃は健在、中段攻撃もパワーアップしている。ラウ、言わずと知れた前回の優勝者、料理人にして小円拳の使い手、時の皇帝に恐れられた伝説の剣である。優勝後も慢心することなく禁断の剣を磨く。その成果をこの大会で見せてくれるのか。安定した強さを誇り、カウンターから相手を宙に浮かせての連続技は痛快である。ウォルフ、祖先がネイティブアメリカンというカナダ出身のプロレスラー。狩猟と伐採で鍛え上げられたパワフルボディ、ジャイアントスイング、ダブルアームスープレックスなどプロレス技は観客の目を釘付けにする。1年のトレーニングでスピード技をマスターしている。第2回トーナメントには良きライバルアキラの参加を知り駆けつけた。ジェフリー、独学で古代格闘技パンクラチオンをマスターしたオーストラリア出身のパワー漁師。前回は宿敵サターンシャークと戦う船を買うために参加。ところが新しい船がまたも海の怪物にやられた。第2回への参加も賞金獲得が目的だ。豪快な投げ技で相手に大きなダメージを与えてきた。一発ヒットすれば圧倒的な優位に立てる。影、葉隠流柔術を使う忍者。ある日葉隠の里を焼き払われ、父は何者かの銃弾に倒れ、母は神隠しに遭ってしまう。隠密捜索を続けるうちに、大会を操る謎の組織で母が生きているという噂を聞く。復讐に命を懸ける影は大会参加を決意する。今回はさらに銃弾の攻撃力がアップ、新技もマスターし急成長を遂げている。サラー、
石鹸道の使い手、洗脳された大富豪ブライアント家の長女、前回の大会には兄ジャッキーの抹殺のため送り込まれたが失敗に終わった。あれから1年、ジャッキーを付け狙う謎の組織は強力な洗脳によりサラの潜在的な破壊力を引き出した。長い足を生かしたキック技に磨きがかかった。ジャッキー、青い閃光のニックネームで知られるインディーカーレーサー。カーレース中、謎の組織の手によって大事故、瀕死の重傷を負う。事故を調査していたサラは行方不明となる。謎の組織を追ってトーナメントに出場すると、そこにサラが。ところが大会終了後見失ってしまう。今度こそサラを救おうと第2回に参加。得意なフェイントによる接近戦、パンチを使った攻撃で相手を沈めてしまう。シェン、数年前、マナ弟子が行方不明になってから深い山奥にひっそりと暮らす水剣の老師。主演の席で親友の飛走剣と八極剣の老師から、我が格闘家はトーナメントに参加しているという自慢話を聞かされ、水剣の老師俊はわしも参加すると言い出した。二人が止めるのも聞かず会場へ飛ぶ。トリッキーなアクションで相手を幻惑しながらのキレのある技は若い格闘家も一蹴する。リオン、航空機産業を営む裏で兵器開発を行っているというフランス有数の資産家ラファール家。幼い頃から経営者の英才教育を受け、格闘技の教官から灯籠拳を叩き込まれる。思春期に入り父の独裁に反感を持ち始めたリオンはついに対立。口論の末、父はある条件を出す。トーナメントで優勝できたら自由になることを許すというのである。しゃがんでの下段攻撃が豊富、間合いを取っての攻撃もスピーディーだ。フューチャーオブフューチャーバーチャファイター2、ファイターズインモーション。ここではバーチャファイター1にはなかった新技をお見せしよう。なお、画面下のコマンド表記は全てワンプレイヤー側。白抜き矢印はレバーを短く入れること。またプラス表示はボタンの同時押しを意味するので注意してほしい。本心タンダ、バーチャファイター2からはアキラも返し技が使える。相手の下パンチを返して後頭部に一撃だ。We're gonna replay the action. シンポリコ、相手を大きく崩す技だ。近い間合いで入力し、素早く移動して相手の背後を襲え。Replay.声援加藤、相手の上段を崩しながら投げる技、近い間合いで入力するのがポイントだ。リプレイ、円風輪唱、相手がしゃがみガードした時に入力すると素早く背後に回ることができるので、次の攻撃にもつながりやすい技だ。リプレイ、龍種加藤、相手の上段を崩し倒した後背後に立つので、敵が立ち上がる前に次の攻撃に移行できる。Now take a look at the replay.ドラゴンスクリュー、相手の中段蹴りの返し技、比較的ダメージも大きい有効な技。
リプレイ。フランケンシュタイナー、近い間合いでの上段投げ、ドラゴンスクリューよりダメージも大きく、ウルフらしい豪快な技。And one more time. フロントバックブリーカー、上段投げの一つ、ダメージも大きくかなり使える有効な技、敵の背骨を折りまくれ。And playback. コテ返し、近い間合いでの上段パンチ返し、返し技の一つで相手が上段パンチを仕掛けてきた時に入力せよ。リプレイ。新素弾、三回目以後から攻撃力が発生する、相手をひるませるのに有効な技、どこかで見たことのあるような技名も要チェックだ。リプレイ。ダブルスピンキック、上段キックを決めた後、振り向きざまにもう一度キック。キックを1回でやめれば振り返りにも変化を持たせることができる。Okay, one more time. スピニングキック、ロースピンキック。上段下段の連続回し蹴り。回し蹴りの得意なジャッキーに技のバリエーションがさらに増えた。Playback. Knee strike. 近い間合いでの上段投げ。相手がダウンすれば続けてダウン攻撃をお見舞いせよ。Now get ready for the replay.連風相対、旬の連続下回し蹴り。ただしこの技は旬が酒を飲む技を使った後でないと出せない、そこが重要なポイント。もう一度。長身連攻手、近い間合いでの上段投げ。リオンの単体の技としてはダメージも比較的大きい。間合いが遠くなるのでダッシュして次の技へつなげろ。
Once again. Into the next level. Virtua Fighter 2.Down for Super Technique. バーチャファイター2ですぐにでも使ってみたいあの技この技、アーケードバトルで有効な技やコンビネーションをキャラクター別にカウントダウン。戦いに勝つには敵を知り己を知ること。バーチャファイター2イメージトレーニング、レディーゴー。アキラ No.3。 カイコから闘神総体へのコンビネーション、立ちガードが上手いプレイヤーに対して有効な技。まずカイコで相手のガードを外し、間合いを近づけ闘神総体へと一気につなげろ。 And playback。 No.2。 右端脚から鉄弾攻へのコンビネーション、しゃがみ待ちの相手に対して有効。右端脚で相手を崩し、アキラ得意の鉄山攻へと持っていく。 Now let's take a look at that again. And number one. 薬包丁中から鉄山攻へのコンビネーション、こちらもしゃがみ待ちの相手に対して有効。プレイバック。ナンバー2、ナンバー1は共にアキラらしい打撃系のコンビネーションだ。パイ。ナンバー3。飛燕短脚。しゃがみ待ちをしている相手に有効なキック。単純な技だが実戦ではかなり有効。この技で自分のペースに持っていくこともできそうだ。もう一度見てみよう。ナンバー2。戦中隊から連環転身送脚へのコンビネーション、大技が来るのを待っている相手に対して有効なコンビネーション。中段の蹴りで相手に隙を作り、一気にパイ得意のコンビネーションへとつなげろ。 Here comes the playback。ナンバーワン。戦中隊から闘神印象へのコンビネーション、よくしゃがむ相手に対して投げ技で決めるコンビネーション。戦中隊で相手を起こし、近い間合いで投げを打て。 Once again。 Love。No.3。 総中剣から中撃、釈迦掌、双剣旋風体へのコンビネーション。一発目の下段パンチで相手をしゃがませ、相手をよろめかせた後は釈迦掌からの連続コンビネーションが決めやすい、ラウ特有のコンビネーションだ。 Now playback。
No.2 総中拳から防空総章へのコンビネーション、下段パンチからの小ジャンプパンチ、ラウ得意の射上章射下章の連続コンビネーションを警戒する相手に対し有効な技。プレイバック。ナンバーワン、総中拳から射上章中拳射下章連拳体へのコンビネーション、相手を一気に押し出す射上章からのコンビネーションと射下章からのコンビネーション、相手をリングアウトに持ち込むにも有効だ。プレイバック。No.3 ローハンマーからダッシュサイドスープレックスへのコンビネーション、下段パンチで牽制した後に相手がしゃがんでいた時の投げのコンビネーション、相手が立っていた場合はジャイアントスイングに切り替えろ。 One more time。No.2 ローハンマーからニーブラストへのコンビネーション、3位と同様に下段パンチで牽制した後に相手がしゃがんでいた時はニーブラストをお見舞いだ。 We're gonna replay。ウォルフ No.1 ローハンマーからロードロップキックへのコンビネーション、まず下段パンチで牽制して相手のガードの様子を見る、相手が立っていた場合はすかさずロードロップキックだ。プレイバック。ジェフリー No.3ストレートナックルからヘルスタッブへのコンビネーション、小技ではあるが実戦ではかなり有効なコンビネーション、見た目は地味だが連続で入りやすいコンビネーションだ。 Play that again。No.2 ローナックルからバーティカルアッパーニーアタックフライングボディープレスへのコンビネーション、連続で決まるかなりダメージの大きなコンビネーション、アッパーガードを弾いてからニーアタックでダウンさせ、ダウン攻撃のフライングボディープレスへ、見た目も派手で豪快な技。プレイバック。And Jeff's number one。ニーアタックからストレートナックル、ニーアタックフライングボディープレスへのコンビネーション、And replay。 第1位も2位と一緒でニーアタックが決まればあとは連続で決まる、もちろん相手に与えるダメージも大きい。No.3 肘打ちから剥がさね流鋭脚へのコンビネーション、肘で相手をよろめかしたらパンチキックでダウンさせ、すかさず流鋭脚を入れる。 Replay。No.2 原用から飛び前蹴りへのコンビネーション、これはフェイント技だ。原用は相手にかなり近づくことができるので、敵が下ガードをしていれば飛び前蹴りを繰り出せ。プレイバック。
and Kage's number one. 小円楽、即断からのコンビネーション。影お得意の小円楽で投げを打ってからの即断からのコンビネーション。もちろんリングアウトも狙える。小円楽からの三段裏蹴りよりもダメージが大きい。I will do it again.ナンバー3、ダブルジョイントバットからコンボサマーソルトへのコンビネーション。ダブルジョイントバットから入るサラの典型的なコンビネーション。ダブルジョイントバットがカウンターで入ると全て綺麗に決まる連続技。動きもかなり派手で大技。 Now play back. Let's take a look at it.ナンバー2、ダブルジョイントバットからジャックナイフサイドキックへのコンビネーション。この技もダブルジョイントバットで入るのは前と一緒だが、今回の技はしゃがみ待ちの相手に対して有効だ。実戦でもかなり多用できるはず。 Now take a look at it againSarah's number one.ダブルジョイントバットからサマーソルトキックへのコンビネーション。And one more time. 第1位も3位2位と同様、ダブルジョイントバットから最後は美しいサラのサマーソルトキックで決めてほしい。ジャッキーナンバー3、ニーキックからサマーソルトキックへのコンビネーション。膝蹴りが決まるとサマーソルトキックが入りやすい。相手に大きなダメージを与えられる連続技。 Yo, play that again!ナンバー2、スピニングスランプバックナックル。攻撃した後の隙が少ない技なので、相手の攻撃をかわしたり続けて連続技が狙える。 Replay。 Jack's number one、 コンボエルボー。攻撃しながら前進し、肘打ちへと持っていくので相手の反撃を受けにくい。派手ではないが有効な技の一つだ。 Now let's take a look at the playback. Shun! Number 3、 月牙再撃から行員排手連風総体へのコンビネーション。相手の上段攻撃をかわした後の連続した回し蹴り。ただし最後の連風総体は旬がお酒を飲んでいないと出ない技なので注意せよ。もう一度。 Number 2、チューブ装填脚から旋風装体へのコンビネーション。相手との間合いが遠い時の奇襲に有効な連続技。チューブ装填脚から入って一気に間合いを詰めながらの攻撃だ。 And here comes the playback. And number one. 月牙再撃から要因排手旋風総体へのコンビネーション。相手の上段攻撃をかわして連続パンチから旋風総体へ。この技はお酒を飲まなくても大丈夫だ。 And take a good look at it.
リオン。ナンバー3、団体から連冠戦勝へのコンビネーション、中段キックで相手をよろめかせてから上段連続パンチだ。And one more time。 Number two。 団体から重長戦勝へのコンビネーション、相手がしゃがみガードをしているときに中段蹴りで体勢を崩し上段攻撃へと持って行け。Once again。 Number one。 団体から戦印象へのコンビネーション、中段キックで相手をよろめかせてからのパンチ攻撃、技をかけたら素早く間合いを詰めることが次の攻撃につながる大切なポイントだ。And take a good look at it. Virtua Fighter 2, the ultimate 3D fighting game.Into the next level。 ここでは各キャラクターの持つスーパーテクニックを見てもらおう。注意してもらいたいのは、後で紹介するコマンド表記は必ずしも技の入力のタイミングではないということだ。そのタイミングは自分自身の体で覚えてくれ。 Akira's Super Technique。 本庫から砲撃運針総故障。このコンビネーションのポイント、本庫の後のコマンドは一気に入力せよ。パイスーパーテクニック、飛燕短脚から連冠転身送脚。少し離れた間合いで空中技をガードする相手に有効なコンビネーションだ。ラオスーパーテクニック、車上昇から連勝、そして連勝転身送脚。相手がしゃがんでいる時にヒットすればよろけさせることもできる。そして一気に運びながら蹴りでフィニッシュ。ウォルフスーパーテクニック、Eブラストから連続ジャブ、そしてエルボーパッド。
このコンビネーションのポイント、カウンターで相手の体を浮かせてからの連続パンチ攻撃にあり。ジェフリー・スーパーテクニック、トーキックからダッシュパワーボーム。トーキックを当てた後、スプラッシュマウンテンを避けようとしゃがんだ相手にパワーボムの炸裂だ。影スーパーテクニック、新素弾、しかも連続だ。後天のコマンドから一気に入力せよ。ただし3回目以降でないと攻撃力は発生しないぞ。サラスーパーテクニック、ダブルジョイントバットからコンボライジングに。ダブルジョイントバットから一気にコンボライジング2へ。So beautiful。 ジャッキー・スーパーテクニック、ニキックからコンボエルボースピンキック。このコンビは体重の軽いキャラクターにとても効果的だ。兄の思いが可能にした技なのか。シェンスーパーテクニック、連風相対の連続技だ。酒を飲まないとできない連風相対の5回当て、本当に老子の足はよく回ります。リオンスーパーテクニック、高周帯から開花脚起点落撃体。カウンターで相手を浮かすことができるかがポイント。 Hang on Leon。 Topic。 バーチャファイター2には話題の団員認定モードが搭載された。まず10人のキャラクターから1人を選ぶ。あとは CPU の操作するキャラクターと対戦するだけで、ゲームオーバーまでの君の戦いぶりから団員を認定してくれる。さて今回は影で挑戦だ。Oh!
7段。ランクは6級から8段までの14段階ある。最高位の8段は君自身の目で見てくれ。バーチャファイター2 coming close to the end.